この町ならではの白いものってある？白いもの？なんだそりゃ。スティンガ君は白いものが大好物なんです。はい、牛乳とかパンとか。なあ、白竜だからか。なるほどな。そんな単純な。あ、でも夏も火が好物なわけだから似たようなものかしら。まあ、なんか心当たりあったら教えてよ。しばらくこの町にいるからさ。白いものか。ルーシーのパンツとか？白じゃない！って何言わせるのよ！まあでも、この町ならではの白いものっていうなら心当たりがあるわ。花屋さんに行きましょう。花屋？花なんて喜ぶか？行けばわかるわよ。洋服屋か。うん、まあね。じゃあ私にも選んでくれない？いいよ。いいの。清楚でウェンディーらしい服だね。ごめん、気に入らなかった。ううん、ちょっとこれサイズが合わないかも。胸のところとか。そう、
シェリアは私と違ってあるもんね。シェリアの気持ちが分からなくてごめんね。ごめんね、私そんなつもりじゃないのも、それはそれで愛らしいと思うよ。別に慰めなくていいよ。機嫌直してよ、ウェンディ。大丈夫、気にしてないよ。ごめん、困るシェリアがちょっと面白かったから。もう、ウェンディったら。ウェンディもそういうお茶目なところあるんだね。なんかちょっと意外。普段はあんまりこういうことしないんだけど、シェリアが相手だからかな。何それ、私はからかいがいがあるってこと？そういう意味じゃないよ。なんかシェリアの前だと肩の力が抜けるっていうか。そっか。私この服のサイズ違いないか聞いてくるね。ガジルどうしたの？なんかイライラしてるっぽいけど。あー、なんか今度ギルドのライブ。あー、なるほど。下手の横好きだけどね。そうだね。でも私も物書き志望としてはちょっと共感できるかも。カグラ。ああ、エルサ。実は刀の手入れに使う油を切らしてしまったんだ。それでこの町にまで買いに来たのか？いや、この町…なるほどな。よし、それじゃあ私が取ってきてやる。いや、別にそういうつもりで話したので。ドラゴン退治の時に加勢してくれたお礼と思ってくれ。いろいろと気苦労もかけてしまったしな。そうか。ではよろしく頼む。あれ、シェリオ？どうしたの？ギルドに何か用事？あ、ウェンディ。ちょっと前から追いかけて。ごめんね。私がなかなか。シェリアのせいじゃないよ。悪いのは強盗の方なんだから。私も手伝うよ。シェリアだって同じでしょ。私の知らないところでシェリアが傷つくぐらいなら私も一緒に行きたい。ウェンディ、ありがとう。じゃあ頼んでも
場所は分かってるの？町の南の方で目撃情報があったってことは分かってるんだけど、潜伏場所までは特定できたの？じゃあまずは聞き込みからだね。頑張ろうシェリア。うん、行こう、ウェンディ。そういう奴らは見てないな。そうですか、ありがとうございます。一体どこに隠れているんだろう。誰か助けてくれ。あ、何？あっちの方から聞こえたよ。行ってみよう。大丈夫ですか？歩いていたらいきなり誰かに襲われたんだ。それって、うん、多分そうだ。あっちの路地の方へ。ご心配なく、それが私たちのお仕事だから。よし、治療も終わりました。シェリア、急ごう。よし。お？あいつはラミオスケイルロ。ここまで追ってきやがったのか。もう逃げ場はありませんよ。荷物を返してください。チェ、行き止まりか。しょうがねえ。ウェンディが愛するこの町で悪いことはさせないよ。よし、でもさすがフェアリーテイルの魔導士だな。いつの間にか人が集まっちゃったね。ウェンディ。